いや、なんかさ、俺、あれなんだよね。バンジーをやってからだと思うんだけど、胸がずっと痛いんだよね。これ何これ？俺死ぬ？いや、多分だけど、気胸の痛みではないんだよね。俺、気胸はもうなんか、もう何回もやってるから、気胸の痛みだったらわかるんだけど、バンジーの、まあ、100メートルだったら気圧差でってこと？でも俺、気胸の痛みではないと思うけどね。なんちゃら神経痛？俺、読み方わかんねえよ。あばら？あばら折れてる。やばいだろ、俺、普通に生活してたら。そこまでじゃないけど、なんかちょっと痛い。バンジージャンプは高い軌道内圧変動を伴ったら、気胸の原因となる可能性があります。ほな、気胸か。ああ。ほな、気胸か。バンジーで飛行機乗れなくて世界大会行けない？何のために俺やってきたの、今まで。俺言ったんだよね、なんかそのバンジーやる前にその注意書きみたいなの書いてあって、手術歴がある人みたいな。はなんか、その相談してくださいみたいな。これって俺もだよねみたいな感じなんか大方に聞いたら、いや、もう大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫、行こうよ。それで聞かずにやったんだよね。え？終わった。終わった。うわ、当たんね。あれ、当たんね。あ、普通に考えたら気胸なんだ。あ、でもその重度ではないと思う。重度の気胸って、息したり咳したら、なんかあれなんだけど、深呼吸はしても大丈夫だから。おい、シャレにならんってバンジーで気胸を再発して、世界大会いけませんわ。え、俺、そうやったらマジでリドル訴えていいよね、そしたら。そうなった場合。じゃあ、メイコさん今のうちに F ちゃんに声かけといて。なんかパルプ解散しそうじゃね？なんか解散しそうだし、F ちゃんに声かけといて。保険もあった方がいいから。でもここまでやってさ、世界大会いけませんよ。ちょっと渋いって、普通に。なんやかんや世界大会おもろいから。ナイス、即抜け。まあ、船で行くのはありだけど。その代わり豪華客船がいい。どんくらいかかるんだろう。1週間とかかかるのかな。まあ、とりあえず病院か。このまま、なんかね、飛行機乗るのもちょっと怖いもんな。まず病院と警察ね。あと弁護士。強っ。絶対パッドやん。絶対パッドくか。あぶねえ。危ねえよな。病院行くの危ねえよな。まあ、でも多分だけど、その手術するほどではないから、マジで飛行機に乗れるかどうかやな。確かにアメリカで医者に行こうが怖い。
やばい、登れない。やばい、やばい、クラウ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 。あ、あ、ここ。あ、やばい。お前、お前厳しいやろ、それは。お前死ぬ。マジでリドルのせいやわ、普通に。これは保険証と金普通全部払わせるし、慰謝料でしょ。だからその行けた時に出たであろう利益、慰謝料として請求することができる。賞金も、まあ、どうせ 俺ら世界一を取るつもりだったから、世界一の賞金3000万、うん千万で、船でって行けるの、それは現実的に。10日、俺マジで嫌なんだけど船で行くの。船酔いとかするんだけど俺、船2週間来る。しかも勝ちできついわ。その間だって普通にあの練習できないわけだからさ、意味わかんないでしょ。船で Wi-Fi 使えんだ。いい船だったら練習できるぞ。パソコン持ち込んで。怖すぎるだろ。それやるぐらいだったら絶対 F 社に入れた方がいいよ。マーデイ。おし、なんか撃たれてんの。この頭一個。リングは遠い。どう。あ、強そう。新しいレベルに到達した。テルミットを投げる。残り1分。一発。はい。はい。はい。あ。一発じゃねえわ。回復してろ。え、早すぎん？回復。マジキモいって。まあさすがに大丈夫だとは思いますけどね。だって大丈夫じゃないとシャレにもなんねえもん。そう、普通に大丈夫じゃなかった時笑えないもん。いや、そうなった場合マジで俺を叩かないでね。本当にリドルを叩いてほしい。お願いだから。俺も怒り狂うし、みんなも怒り狂ってほしい。足早い。キモ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 い。